ているんですが、2つ目のセットが出てきました。さあ久慈寺尾というところが今リンクにいるわけですが、打ってきた、グリッツゴール前。ただここは人数かけたアイスバックス対応、はいね、そしてチャンスになる宮田、富田対応なんですが、もう一回三ノ島でゴール前に今2人入ってきましたが、ライン割った、ね、古橋だ、古橋また1対1になった、シュートだー、カウンターから先制したアイスバックス、古橋まくる。第1ピリオド3分43秒です、まあ、あえてこう D ゾーンのプレーが続くかなと思った時にこう古橋選手が走れると大きいですね、この1点目また抜きですよね、これはい見事ですね、うまいですね、寺尾ゴール前、大津康介いる、向こう側に大向く、おお富田取ります。今大津康介スクリーンに入っていたんですが、大沢選手のスクリーンが効くので、はい、ここは気をつけたいですね、松金、それから岩本和真が中に入れない状態ですが、ゴールの向こうがバックダウンに口がいました、おー来た、カットインしてきた岩本和真、パワープレーゴール、はい、16分49秒グリッツ追いつきました。どうしても今あのキーパーとかディフェンスにとってはバックドアにいる久慈選手も見なきゃいけない、そうですね、ここでフリーになりましたね、あー後ろは佐藤と鈴木健人がいます。打ってきた、あ入った、鈴木健人打ち抜いた、パワープレーゴール、アイスバックス第2ピリオド2分35秒、はい、ここからです。まあ、宮田選手の、はい、スクリーンもかかっていたんだと思いますね。あ、そうです、はい、このファーサイドなんで、はい、お岩本入ってきている、2対1の状況ですが、おっとスティックが顔に入っているの大丈夫か、そうですね、少し心配ですね。鈴木から磯貝、パワープレーゴール2点目、はい、シンプルなカウンタースピードありました、鈴木健人から磯貝です、見事ですね。そして今日すでに2アシスト、1アシスト、1ゴール1アシストです。石川のディフェンスいいですよ ね、はい、ま、ね、そこから奪ってまた4対2、阿部大我から、はい、やろう、惜しかったですね、はい、移籍初ゴールならずというところですが、はい、まあ、長いパスが通ればいいんですけども、はい、まあ、それがカットされた場合はあのピンチになるので、はい、そこだけ気をつけたいですよね。古橋からワンタイム打っていった佐々木、4対1、古橋から佐々木です。1回絡まれるんですけれども、はい、古橋選手がすぐ気づいて、おー出口から福田光雄、おお富田取ります、はい、いい攻めでしたね、いいカットイン斜め45度だったんですが、はい、そうですね、ただフェースオフ取りました、はい、寺尾選手いいスケートですね。大津康介一旦ここで止まって大向こうが止まって、寺尾だ、1対1だ、フェースオフからの攻め5対1、富田でももう防げず、はい、大向選手もよく気づいて出しましたよね、はい、また下ですね、もう寺尾選手としては、はい、ごっつぁんという感じの、そうですね、よくつなぎました4つ目のセット、そして2つ目に戻っています、クジラウター、そして岩本和真というセットですが、バックス3つ目、大津康介強いシュート、正面リバウンドを叩き込みました、寺尾今日2得点目、はい、まずこの大津康介からですよね、はい、まあ、ゴール前にリバウンドを出して、また下ですね、古川選手もこのバタフライで反応はしているんですけども、はい、それよりも早く股の下をパックが通過しましたね、おお、シュートまで最後持っていきました畑山です。今日攻守にいいプレーを見せています。そして入りましたね、入りました、石井です、はい、これも股抜きでしょうか、グリッツ1点返しました、はい、泉が粘って、はい、ブロッカーの下ですかね、あ
はい、パスを狙ってパスを狙って松金ですね。リバウンド岩本和真、大塚選手よく反応しましたね。今バックハンドで押し込もうとしましたが、大塚今日大津選手は2アシスト。杉本、おお入った、入りました。角度のないところから、はい、肩口抜いて向こう側のネットでしょうか。そうですね、角度がないところからでした。そうですね、脇下ですね。あーすごい、下が矢野凛太郎、ブロックされました、はい、まあ、いいフェイスオフでしたね。これで試合終了です。6対3、栃木日光アイスバックス勝ちました。